しながらね、餌をあげるってことをしてます。あんな感じでね、アザラシに近くに来てもらって、体のチェックとかね、触ったりしたり、口の中見たりとかして、健康管理のためにね、そういう、ね、ことをしてます。一見ね、ショーとかゲーに見えがちですけどもね、健康管理のためにやってるってことをね、ご理解いただけたらなと思いますね。ではですね、まずアザラシは、水の中、それからもっとね、こっち側にさらにちっちゃいアザラシいますけども、このアザラシのことは一番最後の方にお話しますね。まずアザラシはですね、水の中、海の中に暮らす動物ですけども、魚の仲間ではありませんね。私たちと同じ哺乳類の仲間ですね。ですから水の中では息はできません。泳いでくるんですね、卵のふたに閉じてね、入らないようにして泳いでるのがわかるかなと思いますね。でも私たち人間人ならね、水の中のボートを潜ったら皆さんどのぐらい息止めてられますかね。まあ、長くて1分とかね、1分ちょっとでも息が苦しくなってくると思います。でもアザラシはね、30分ぐらいは、ね、息継ぎしないで水の中に潜ることができますね。水の中で寝るってこともできます。たまにね、プールの底の方でアザラシがこうひっくり返ってね、動かなくなったことがあるんですけども、まあ、それをお客さんが見つけてね、大変です、アザラシ死んでますとかね、教えてくれるんですけども、やら水の中で熟睡しておりますね。ハザードランプがついております。東門、駐車場までお戻りください。はい、ということで、ね、ハザードランプ。このプールのお水は海水なんですかって聞かれます。私たち海にいますので、水も海水じゃないとダメかなって思うと思うんですけども、この水はね、その水道水の水ですね。水でも大丈夫なのかなと思うんですけども、私たちはプールに泳いでね、海って泳いでどっちも大丈夫ですよね。彼らも哺乳類なので特別な海水じゃなくても大丈夫ですね。でこのように海に住んでいる哺乳類のことを海生哺乳類と言いまして、アザラシのほかにクジラとかイルカとかね、ジュゴンとかマナーとかね、あとアザラシやシカ、オセイとかセイウチ、ラッコなんかが海生哺乳類と言われているんですね。で、中でもアザラシやシカ、オセイとかセイウチは、足がヒレのようになった動物というふうに分類されます。
まず、体を動いて、毎日合わさったものに、私は、そこが半分。上陸してたのかなって、ピョンと後ろ側に2本伸びてるのが、地球上になった後ろ足ですね。皆さんが水族館の中でね、トドとかオットセイとかね、アシカのショーとかご覧になったことあると思うんですけども、アザラシと同じ仲間なのでね、体つきとかはよく似ています。で見分け方、違いがいくつかありますので、今日はそのアザラシとアシカオットセイの見分け方ね、覚えて帰っていただきたいなと思います。うん、まずアザラシはですね、世界の18種類、種類がありまして、大きさも様々でね、一番ちっちゃいのは1メートルぐらいのマホンアザラシになったり、一番でっかいのになるとね、5メートルぐらいあって、ね、南ゾウアザラシなんでね、巨大なアザラシもいますね。ちょうどね、そこの、土手のところですね、等身大の模型がありますのでね、それを見ると大きさ一目でわかるかなと思いますね。すみません、車椅子のお客様お見えになりましたんで、車椅子エリアの健常者の方でしたら、後ろに下がってください。あ、